にちは、リポーターの田村愛です。今日は栃木県総合運動公園内にある野球場にやってきました。今日ご紹介する競技は軟式野球です。軟式野球は9人で構成された2つのチームがゴム製のボールを使い、攻撃側と守備側に分かれ得点を競う競技。成年男子は32チームが参加するトーナメント方式となります。また試合は9イニングまで行われますが、9回終了時に同点の場合、1イニングごとの延長戦を行い、試合開始から3時間を経過した場合はタイブレーク方式による延長戦を勝敗が決するまで行います。選抜候補チームの主将を務めるのは経験豊富な最年長、伊藤敦史選手。自身が所属するチームでは監督も兼任しているそうです。よろしくお願いします。午前中の練習試合お疲れ様でした。もうこの栃木県の選抜候補チームも素晴らしい選手がたくさんいるんだなと感じたんですが、キャプテンとして心がけていることってありますか？そうですね、まあ、自分の成績もそうですけど、はい、あのチーム、まあ、若い選手も多いので、そのチーム選手を心、気遣いながら、雰囲気を作っていって、あとは、まあ、こうだよっていう目標を示してあげられるようにっていうところを心がけて、まあ、どうしても若い選手っていうのは自分の意見っていうのは言いづらいところもあるので、まあ、そういったところをチームとして成立させていくっていうところと、はい、あとはまあ個人でも出てるので、そこの成績っていうところを、こだわりながら、やっていってます。伊藤キャプテンから見て警戒している他県のチームってやっぱりありますか？はい、それはですね、やっぱり近隣じゃないですけど群馬県、群馬県はそうですね、まあ、私が足利にいるっていうこともあり、はい、まあ、よく太田で群馬のチームとやったりするので、やっぱそういうチームと当たるとやっぱりちょっと負けたくないなっていうのがより一層出てきます。なるほど、はい、そして監督を務めるのは大竹俊之さん。就任した1年目、2004年に行われた埼玉国体では過去最高位となる4位という結果を残し、栃木国体においてもその手腕を買われ監督に抜擢されました。隙をつけ込めるようにイージーやな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この青年男子の国体出場までの道のりっていうのはどういった感じになるんですか？本来ですと、はい、栃木県予選会っていうのがありまして、その県予選でそれぞれのチームで優勝する、そして関東ブロックっていうのがありまして、はい、まあ、1都7県2段階制なんですね。県で勝つ、関東大会で勝つ、そして本大会なんですね。じゃあ結構道のりが長いんですね。長いです。だから先ほど2004年の埼玉国体の時はそれが8分の2の確率だったんで、はい、もう関東で2回勝てないと、で本当にレベル高いので、はい、なかなか国体に出ることが難しい中だったんですね。なるほど、はい、今年は本県開催なので我々は推薦という形でね、はい、関東ブロック出ません。そうなんですね、はいはい、ちなみになんですが、この
選抜候補メンバーの皆さんっていうのは、はい、どういった方が集まってるんでしょうか。あの県内 A、B、C、そしてまあ D とか2部とか所属してるチームあるんですけども、はい、その県内のトップクラスの A クラスっていう中のメンバーが主流です。でそれで、まあ、A クラスプラスあの私の方であの昨年いい選手の情報を聞き入れて見に行って確認をしてピックアップしてね選んだ選手も2人いるんですね。そうなんですね。だからまあ本当今日で言うと後半投げた斉藤というピッチャーと、はい、あとホームラン打った岡田元気、うん、彼が打つムードがねもう本当チームムードメーカー的な存在なの で、はい、で今打率が5割なんですよ。すごいですね。今のねキーマンになっているのは間違いない。はい、岡田選手、斉藤選手にもお話を伺っていきたいと思います。岡田選手、はい、あの斉藤選手 の、はい、のピッチング、はい、どのような特徴のある選手なんですか。はい、調子悪い時も、そんなにあのランナーを貯めることもなく、まあ、打たせて取るピッチングもできるので、うん、本当に正直一番信頼してます。わー、それとマックスは何キロぐらいですか。去年146までは出たんですけど、うん、選手から見て岡田選手は、まあ、打撃だったり守備の面ではどのような選手ですか。そうですね、あの、まあ、草野球時代も何度か対戦してるんですけど本当に県内で一番いいバッターだなと思っていて、はい、あと、まあ、このチームに来ても本当に中心選手でやっているので本当に尊敬してます。あの山梨選手は栃木県出身と伺っているんですが、はいはい、どんな選手ですか。まあ、本当に、ね、守備がうまいんですよ。セカンドを守ってましたよね。セカンドですね、うん、山梨のところにノック打ってても、はい、こうわざとこう抜くボールを打とうとしても、はいはい、なかなか抜けないという、そのくらい守備が素早い、はい、守備は上手。あとバッティングね、自発的なセーフティーバンドを入れられたりね、うん、そんなこともできるので非常にあのセンスのある、はいはい、能力のある選手だと思ってますね。そうですか、はい、そんな宇都宮市出身の山梨選手は小学1年生から軟式野球を始め、高校では作新学院硬式野球部で3年連続甲子園にも出場しています。そして大学でも硬式野球を経験し、現在社会人になってからは軟式野球に帰ってきました。あの山梨選手がこの栃木代表選抜チームに入ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか。はい、そうですね、地元を盛り上げていきたいなっていうところで、うん、あのまあ、招集いただいた時にはあの、はい、前向きに、やらせてくださいということで、あの、はい、承諾いたしました。はい、あの3年間連続甲子園出場したと伺いましたが、はい、そうですね、当時を振り返っていかがですか。いやもう偉大な先輩ばっかの中でこう自分があのベンチに入っていいのかって最初ちょっと悩んだところもあったんですけど、やっぱこう選ばれたからにはこう先輩の思いとかもうまあ汲み取りながらあの先輩 の代わりに出てるんだっていう自覚を持って恥じないプレーをと思って心がけて、うん、プレーしてました。はい、大竹監督から、はい、本当にあの山梨選手は守備範囲が広くて、はい、ノック練習をしている時も、はい、その隙間っていうんですか、を狙って打っても、はい、どんなボールでも取られてしまうっておっしゃってたんですね。軟式の場合ちょっとバウンドが大きいんで、自分からこう、はい、あの足使ってバウンドに入っていかないとっていうのはちょっと難しい。あのヒットだと思った打球でもアウトにできれば、うん、あの非常に楽になるんで、うん、あの一球一球ポジショニングも変えながら、はい、バッターのタイプとか見ながらそこは変えてますね。監督は栃木県開催ということですが、はい、うん、意気込みなどぜひ聞かせてください。そうですね、あのこの選手たちと関われたことがまず一つの縁、そしてこの栃木国体本県開催というところに関われ、そして監督に選んでもらえたっていうところの縁を、まあ、2つの縁を、ね、大事にしながら、まあ、一期一会ということも言葉に当てると、うん、まあ、選手たちと、ね、一期一会ということも含めて、まあ、全員でやれることはやりたいななんて、ね、考えてません、はい、ありがとうございます。はい、伊藤敦史、ファーストをやってます。
今年は栃木国体本番なので、個人の成績だけでなくキャプテンとして、成績が残せるよう一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。千葉隆です。ポジションは内野手です。栃木国体優勝に向けて大きく貢献できるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。君島健三です。ポジションは内野手、外野手です。国体への意気込みは、一戦必勝を頑張っていきますので応援をよろしくお願いします。山城次海です。ポジションはショートです。とにかく熱く全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。倉本修也です。ポジションは内野手です。チームを勝利に導けるよう全力で頑張りたいと思います。上沢亮太です。ポジションは内野手をやってます。チームの勝利に貢献できるように元気を出して頑張ります。応援よろしくお願いします。目崎光也です。ポジションはサードやっております。優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。もう一回いいですか？もう一回いいですか？目崎光也です。ポジションはサードです。優勝目指して頑張ります。岡田元気です。ライト、ポジションはライトです。国体、優勝できるように頑張りますので皆様応援よろしくお願いします。佐藤慎也です。ポジションは外野手です。チームに貢献できるよう精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。阿久津優です。ポジションは外野手です。県民の皆様に元気を与えられるようなプレーをしていければと思います。応援よろしくお願いします。菊池陽介です。ポジションはセンターを守ってます。栃木県代表として栃木のために、貢献できるように頑張ります。自分の振りは足なので、走塁で相手をかき回せるような感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。佐藤文隆です。ポジションはキャッチャーです。キャッチャーとしてチームを勝利に導けるようなプレーをできるように一生懸命頑張ります。井原裕太です。ポジションはキャッチャーをしております。ピッチャー陣を巧みにリードして勝利に貢献できるように頑張っていきますのでよろしくお願いします。進藤正輝です。ポジションはピッチャーです。地元開催の国体なのでピッチャーとしてチームを引っ張っていけるように一生懸命頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。武藤則明です。ピッチャーをやっています。チームに貢献できるよう一生懸命頑張りたいと思います。斉藤雅樹です。ポジションはピッチャーです。国体に向けてチーム全員で勝利を目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。相手人です。ポジションはピッチャーです。国体目向けての意気込みはピッチャーとしてチームを勝たせるために一生懸命投げますので応援よろしくお願いします。長澤優也です。ポジションはピッチャーです。少しでも栃木県の戦力になりますように思い切って腕を振っていきたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。山梨浩太です。ポジションはセカンドです。積極的な守備と走塁で、チームの優勝に貢献したいと思います。地元の期待に応えられるような、プレーをしていきたいと思います。青年男子軟式野球の会場、会期日程はご覧の通り。最後に宇都宮市からのお知らせです。9月1日からトトラをはじめとする交通系 IC カードが市内14地区を運行している地域内交通でも利用可能となります。そして同日から宇都宮市独自のサービス地域内交通とバスの乗り継ぎ割引制度がスタート。トトラを使って地域内交通とバスを乗り継ぐと2乗車目の公共交通の運賃から200円が割り引かれ、また2乗車目の運賃が200円未満の場合は2乗車目の運賃が無料に。詳しくは市ホームページにてご確認ください。頑張るぞ。
Oh!